義人軍事とは古代律令制における軍事のうち中央政府の許可なくその任にある軍事を指す。本来は正規の軍事である正党軍事が空席になった場合に国士が中央政府に対して公認の任用手続きを終える前にその候補者に軍事の職務を行わせたことに由来する。承認によって義人軍事に任ぜられた者は天義軍事。 全く新しく認ぜられたものは、新義軍事と呼んだ。これに対して、定員外に設けられた、議人軍事を、副義軍事と称した。副義軍事は当初は禁じられていたが、有力な信仰豪族を国が機構のうちに取り込みたい。国士側の思惑もあって、次第に増加し、812年に、軍事の任免権が、国史に移され、中央政府はそれを追認するだけとなると、 国主の判断によって、副議軍事を設置することが容認されるようになり、八百二十二年には、軍事に任命する場合には、一定期間議人軍事を務めさせてその適性を判断することとなった。議人軍事の向上化、副議軍事の容認は、社会の変動によって、既存の不代軍事が没落して権威が失われたこと、進行層に、軍事の役割を担わせることで在地の把握を図ろうと、 したことが要因であったとされている。義人軍事は軍事制度そのものが衰退する十世紀まで見られた。ありがとうございます。